さん、こんにちは、ニニケイです。こんにちは、柏木市内の外国人サポです。前のホームで広島市のインタビューでサポが言ってた柿田選手、サポさんが移籍してほしい選手でした。まもなく、はい、夏の移籍ウィンドウ、はいはい、移籍してきてほしい選手いますか？うん、僕徳島も好きで、うん、今鹿島で出れてない柿田悠岐選手、フォワードの、はい、多分細谷が夏移籍か冬移籍になると思うんで、うん、まあフォワード1枚取っておきたいなって、柿田悠岐選手。はい、はい、私たちは YouTuber や、レッドで情報を調べて、柿田選手は本当に強いフォワードだと思います。注目してきました。インタビューでいろいろ情報を紹介してくれたサポの方、ありがとうございます。ありがとうございます。一昨日本当に秋田選手は本当に柏レイソルに移籍で加入しました。素晴らしい。ウェルカム。ウェルカム。柏レイソルで活躍してほしいです。たくさんゴールを決めて期待したいです。今天我们将在主场迎战 FC 东京。FC 東京。前回東京のアウェー戦レイソルは3対3ドローでした。今回はレイソルがホームですから。私は3対0で予想します。 FC 東京、皆さんにガスと呼ばれています。他们的主场是在日本的首都东京 Ajinomoto Stadium。 我们以前也在东京居住，所以其实我们对东京，对 FC 东京也有一些特别的感情。私注目している選手、長友選手、元日本代表ですよね。因为意大利足球在中国很受欢迎、中国で人気があります。もう一人紹介したい選手は高高博選手、中文名叫高宇洋。中国人と日本人のハーフです。高さんのお父さんは元中国代表です。今日はどこから来ましたか？今日は東京から来ました。うん、柏のスタジアムは初めてですか？はい、初めてです。楽しみください。はい、今日の試合で注目の選手は誰ですか？荒木選手です。荒木選手、はい、私は松木選手です。はい、ありがとうございます。うちのレイソル注目の選手いますか？レイソルの注目の選手、オリンピックの細谷選手。ありがとうございます。私は佐知郎選手です。ありがとうございます。犬飼選手です。ありがとうございます。今日の試合勝敗予想もお願いします。2対0 FC 東京、はい、3対1で FC 東京です。はい、2対1 FC 東京。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？東京から。東京から来ました。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。柏のスタジアムは初めてですか？一回去年来ました。自分も去年一回来ました。初めてです。あ、楽しみください。あと日立大はどうですか？やっぱピッチが近いので、うん、まあ、見てて楽しい記憶はあります。そうですね、同じでスタジアム近いし、うん、サッカー専用スタジアムなので臨場感があっていいスタジアムだなと。 ありがとうございます。あと今日の試合注目の選手は誰ですか？そうですね、自分はディエゴ選手に期待してます。まあ、フルスで、まあ、や一発やってくれると嬉しいなと思ってます、はい、自分は左サイドバックでスタメンの徳本修平選手ですね。湘南戦でも豪快なミドルシュート決めたり、うん、今日もロングシュートに期待してます。はい、遠藤慶太選手に注目してます。やっぱりなんか持ってる選手というか意地がある選手だと思うので、復帰戦あたり決めてくれるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。柏レイソルに注目選手いますか？自分は細谷選手が結構好きで、うん、ありがとうございます。オリンピックの予選でも、まあ、ちょっと言われる場面もあったんですけど、最後決めて、うん、見返したと思うので。そうですよね、はい、来てしまう、うん、今日は決めてほしくないですけど。ありがとうございます。いつもなんかちょっと見たりはしてます。うん、はい。
自分は、まあ、オリンピックおめでとうございますっていうのもあるんですけど、関根選手が、まあ、守備の場面とかでも危ない、まあ、東京側からしたら嫌な選手だなと思うので、ちょっと今日はおとなしくしてもらいたいなと。ありがとうございます。僕はキーパーの松本選手だよね、うん、松本選手に注目しています。なんか SNS とかでいろいろ自分のプレーを言語化してたりして、なんか賢い選手なのかなと思ってる部分があったので頑張ってもらいたいなと。ありがとうございます。頑張ってもらったらダメだ。今日はちょっと控えめでお願いします。、はい、じゃあ今日の勝敗予想もお願いします。勝敗はじゃあ 2-0 で FC 東京で、うん、まあ、ディエゴ選手が2点決めてくれると思ってます。自分も 2-0 で、まあ、ここ最近嫌な流れが続いているので、ここは0で抑えてもらって勝ちたいなと思います。あ、僕は1対0で勝つかなと思います。最後の最後に遠藤啓太選手が決めて終わるのかなと思います。ありがとうございます。こんにちは、いつものレギュラーさん。こんにちは。はい、どうも。はい、お待たせ。待ちました。雨で待った、雨で待った。もうだいぶ1時間待ちですからね。そうですよね。まあまあまあ、うん、今日ね、注目の選手は誰ですか？来たな、うん、来ましたね、うん、いや、オリンピック前で魔王と関根だな、うん、今日は、うん、そこは間違いないですね、うん、そこだ、うん、ここでバンとしていってほしいですね、うんうん、あと、移籍したばかりの柿選手、うん、柿田さん、はい、柿田さんは、うん、柿田ね、うん、そうだね、魔王がオリンピックでね、うん、いなくなっちゃうからね、うん、それの代わりで、まあ代わりって言ったら申し訳ないけどね、うん、もうやっぱり鹿島でちょっと冷遇されてちょっとスタメンとかって出れなかったから、うん、ちょっと柏でその分ね、発奮してもらってね、うん、身長高いみたいなんでね。そうだね、あとそうですよね、いろいろセットプレーとか強そうなんで、うん、ちょっと見どころはいろいろね、うん、ありそうですよね、うん、レイソルのこのフィーリングとしてちょっと頑張ってもらってね、そうですね、うん、お願いしてですね、そうだね、あとレイソルのホームページでジュンさん見ましたよ、うん、なんだろうな、それはあの安田生命のあれだな。そうですよね、カジマのスーパースターですよ。スーパースター違うな、え、そうなの。いや、もういつものスーパースターですよね。そうですよね、30年以上のスーパースターですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、勝敗予想、勝敗予想、勝敗予想当てに行ってくださいよ。俺は1-0でいきます。いや、ごめんなさい、2-1でいきます。今俺言うと思ったの。いや、俺最近2-1なんで。いや、俺2-1なんでお願いします。3-2。あー、前回がね、前回がね、取れてるから、うん、点数取れるから、そうそう、頑張れば取れっから、うん、そうですよね、取られんのもしょうがない、向こうのフォワードも強いから、うん、そうですね、それ以上に点取って勝とう、そう、今日は、今日もです、そうだね、はい、連勝を目指して、はい、うん、せーの、頑張れ東京。最後一緒にチームへ応援一言お願いします。ちょっと何か決めた。雨だ東京ロー、東京ロー、勝つぞ東京、バモバモ、よし頑張ろ頑張ろ。ありがとうございます。今日の晩御飯。寿司だ寿司。
ます。今日最高ですね。最高、最高。最高、今日やっと勝ったね。チムさんは当たり。当たった、初めて。素晴らしい。やっと、やっと当たります、やっと。素晴らしい。3台に当てる男だからね。そうですよ、3台に。素晴らしい。ここまで 長かったですけどね。長かったね。何試合やったかな。3、2。あー、前回がね。3、2。取れてるから。うん、点数取れるから、頑張れば取れるから、うん、2分の時、あの時はどんな気持ち？あー、またやっちゃったといつもの悪い癖が出たと、ね、出ちゃったね、出ちゃったなって思ったね。はい、あと、まあ、80何分のことは2対2ですね。同点ゴールですね。あ、そう、同点ゴール、あの時は、まあ、3、やっぱ1よりもやっぱ3ね、うん、取りに行ってるんでね、やっぱりどうしても悔しいですよね、あの時間帯っていうのは。そうですよね、3対2の時は最後のゴールはもう抱きしめ合ってますね、みんな喜んでね、抱きしめ合ってもやったー、最高ですね、最高ですよ。もう今日のマッチベストプレイヤーは誰ですか？ベストプレイヤーっていうよりね、うんうん、今日井原監督じゃなくて栗沢ヘッドコーチだったでしょ、うん、あ、今日の監督はそう、何ですか？そう、栗沢だった、あの体調不良で、うん、だから急遽代役が変わっても監督業はできる、うん、栗沢、うんうん、采配良かったんじゃない？あ、なるほど、うん、はい、うん、選手はもうベストだよ、もうみんないつでもベスト、みんないつでもベスト、うん、まあ、その中でもやっぱ輝いた選手は何人もいるけど、うん、チームとして今日は本当に良かった、よくやった、うん、そうですよね、良、うん、かったです。はい、北海道帰れるからね。北海道みんな次天皇杯で会いましょう。天皇杯で。よし。今日の試合は終了しました。アディショナルタイム、サシロのゴールで勝ちました。3回リード試合は両チームまとめて5点を決めました。ゴールを満喫しましたね。次の天皇杯は皆さん一緒に応援しましょう。